2023年5月4日、今日はゴールデンウィーク後半の2日目です。ここは駐車場ですね。駐車場がまさか整備されてると思わなかったんですけど、だいたい 3,40 台止まってます。でここからもう、これ芋湿原って読むんですけれども、湿原まで 750m ですね。早速行ってみます。はい、2023年5月4日、今日はゴールデンウィーク後半の2日目です。今日はですね、愛知県の豊橋にやってきまして、ここからの静岡の浜名湖の北の県境の方まで、この湿原からですね、歩くことができますので、今日はその様子をご覧いただければなというふうに思います。気温はですね、今24度ぐらい、もうすでに風が吹いてると涼しいんですけど、そこそこ歩き出すと多分暑くなるんじゃないかなというふうに思ってます。で結構花もあったり、緑があるところなんで、まあご覧いただいて楽しめる場所なんじゃないかなというふうに思ってますので、ぜひご覧ください。いきます。はい、これが豊橋の地図ですね。駅がここにあって、ここが浜名湖、この辺なんですけど、今ここが湿原で、今日はですねここから、ここをちょっと歩いてこっちの山の方に抜けると、ちょうど県境のところからこの豊橋のこちらの市街の方がよく見えそうなので、そこまで行ってみます。駐車場からすぐのところにトイレがありますね。湿原までは、まあ、こんな感じでなんか私有地を通るって今書いてありましたけれども、まあ、下はこんな感じで、まあ、砂利の道を進んでます。まあ、日陰が多い方が今日はちょっともう暑いんで、歩いてる身としては助かります。はい、ようやく湿原の入り口に着きました。 500m ぐらいですかね。もうちょっと生い茂ってるところの茂みを歩いてくればここまで着きます。こっちの山よりね、今日はこっち側の方にちょっと行ってみたいと考えてます。なかなかこれを芋読みづらいですね。芋湿原、ちょっと花はですねしっかり咲いてる様子がないんですけれども、まあ東海の、尾瀬と、まあ、ミニ尾瀬ですね言われてるような感じの場所で、まあ四方八方にこうぐるっと取り囲むようにも、木道がありまして、まあ駐車場来てる人結構この辺来たり、あとまあ私と同じように、まあ、ちょっと山を登ったりっていう感じだと思います。はい、今日はまた自撮り棒を忘れたので、自撮りの時はこういう風になります。結構日差しがもろに当たるので暑いんですけど、この後はまあ山に入っていくので、ちょっと日陰になると思います。はい、登山道に入りました。湿原はここまでで、この後はですねこのテレビ中継所、これを目指します。沢から水が湧いてます。この水が湿原方面に
行ってますね。ちょうど1キロぐらい進んできました。なかなか豊橋ってこう首都圏に住んでると馴染みがない場所になってしまうんですけれども、まあ、静岡県の西側に愛知県があって、今日はまあその静岡と、愛知の県境あたりに今いるんですけれども、静岡市っていうのも結構、まあ静岡の割とまあ西の方になるんですが、そこからですねさらにこう掛川とか岩田とかっていうのがあって、で次に大きいのが浜松市はもうかなり政令市にもなってますし、結構大きいんですけど、浜松があって、愛知の県境に湖西市っていうのがあるんですけど、その湖西市 と、愛知県豊橋市の、まあ、今県境あたりにいるということで、愛知もですね、まあ、豊橋と名古屋の間に、豊川とか、岡崎、それから安城、刈谷っていう感じで、今特に大河ドラマで、家康やってますけども、岡崎なんかは今、まあ、それが、まあ、何かと話題になっているような、そんな場所ですね。はい、 1.1 来ましたね。一息峠中継所にあと 800m ですね。ここピンチがあります。ここまで結構ねずっと緩やかに登ってました。はい、ちょうどスタートしてから1時間ぐらいです。ここは山頂じゃないと思うんですけれども、かなり開けた場所に出ました。これ下に見えるのが豊橋市ですね。でその豊橋市の向こうに、まあ、ちょっとぼんやり映ってるのが三河湾です。もうちょっと進んでみます。階段からはですね、こんな感じでちょっと岩がゴツゴツ出てるようなところ、今進んでますけれども、割とまあ前半は上りだったんですけど、この上の方は比較的、この上りが緩やかになってきました。はい、歩き始めて、2.2 キロぐらいですね、テレビ塔までやってきました。でもほとんど標高は0メートルのところから歩き始めたんですけれども、ここが306メートルですね。そこはちょっとベンチもあって一休みできそうなところなんですけど、地図がないんでちょっと分かんないんですけど、この先またちょっと下りですね。下ってもう少し、この奥を目指します。湿原の駐車場にも車多かったんですけれども、結構歩いてくる人多いですね。同じ方向で進んでる人っていうのはあんまりいないんですけれども、皆さんこう、まあ、周回されてるのか、ピストンで戻ってきてるのか分かんないんですけど、結構歩いてる人、まあ、今日はやっぱ休みなんで、多いですね。で日向はやっぱちょっと暑いんですけど、日陰はこんな感じで、結構時折吹く風も心地よくてですね、まあ、時期的には5月の今ぐらいが、まあ、一番ベストなのかなというふうに思います。はい、船形山のコルって何ですかね。上石山あと 1.5 キロ45分ですね。今この芋湿原から50分の距離をまあやってきたといった具合です。はい、先ほどの電波塔からはですね、まあ、両サイドこう傾斜ついてまして尾根みたいなところですね進んでますね。あ、ここが船形山城址。はい、13時44分、
不文字峠にやってきました。でこっちの不文字に行く道っていうのは、廃道になったみたいですね。去年の9月ですね。で、為峠石巻山で上石山もこっちです。でこちら側も道あるんですけど、こっちはですね不文字方面がこれを下った方ですね。もう少し進んでいきます。はい、ここは船形山の山頂ですね。防寺岩という岩があります。境内の境界を示す中世の言葉防寺と考えられているみたいですね。でこっちがですね、ここ景色が良くなってまして、これが豊橋市の、一望できるような場所で、こっち側がもう静岡の湖西市ですね。ちょうどまあこの辺が県境になってる、そんな感じです。船形山の山頂で、休憩してまして、再び出発しました。上石山という山がですね、この先にあるので、そこまで、目指そうかなと思ってます。で前も宝来寺山、去年ですね、登ったんですけど、宝来寺山の時にも話したんですが、愛知県っていうのはやっぱり高い山があまりないんですね。関東でいうと千葉県がそうなんですけれども、なんで静岡も浜松の天竜川の方はそこそこ高い山あるんですけど、そのあまりこう高い山のない愛知県と静岡県の県境ということなので、歩いて、こう県をまたぐことができるのかなと、そんなふうに思います。たまたま調べて、ハイキングコースになってるっていうのが分かったので、ちょっと今回歩いてみようかなということで、やってきたと。でちょうど、天気も良くてですね、こっちまで来るとあんまりこう人とすれ違うこともなくてですね、結構静かな場所を今歩けてますね。はい、スタートしてから 3.6 キロですね。ここ今上りなんですけれども、ずっとですね結構階段を登ってます。これを登りきったところが上石山の山頂じゃないかなと、そうであることを願います。はい、登りきったところが山頂でした。 3.7 キロやってきました。階段が最後しんどかった。はい、上石山の山頂過ぎてですね、為峠方面を目指しています。この辺りはですね、左が愛知県、右が静岡県ですね。ちょうどその尾根を今歩いているような感じです。スタートからかな、4.2 キロですね。上石山から10分ぐらいで来ましたけれども、ここはですね雨宿り岩、かなり大きいですよ。ちょっと日が入っちゃうかな。こんな感じの見上げられる大きい岩がありました。あと15分ほど歩くと中尾根分岐というところに出るので、そこでまた展望所になってるみたいなんで、ちょっとここからまた登りますね。進んでいきます。はい、スタートから 4.6 キロですね。ここが中尾根分岐です。でここですね、一回本当この為峠っていうのが、この左なので、このまま峠に行きたいんですけども、こっちに展望所があるみたいなんで、そこ一回行ってですね、
また戻ってきて、溜め峠の方面へ、進みたいと思います。なかなかここは展望台への道しるべがなかったんでわからないんですけど、とにかく開けてるところを目指して、今来ましたが、あ、やっぱここで正解っぽいですね。ちょっと岩場っぽいので足元は気をつけた方がいいんですけど、おお、これはなかなか、おーおーおーおお、これはいい眺めだ。登山道、バイクで上がってきた奴らが5台ぐらい、すげえな、ここ上がってきたのか、6台。はい、スタートから 6.1 キロ、ここが溜峠ですかね。溜峠266メートル、ここからですね、自然歩道に入って、あの坂を下ります。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、芋湿原から、上石山通って、まあ、この、溜峠を経て、回ってくるルートいかがだったでしょうか。今日は湿原側見たかったので、豊橋側から、湿原を通って、山をこう散策してきましたけれども、いくつか、ルートはあるみたいで、それぞれ、湖西市側、静岡側からでも、入ってこられるルートがあったり、まあ、峠今途中で、横切ってきたんですけれども、石巻山っていう山も あるみたいなので、まあ、低山ハイキングが好きな方、といってもほとんど海抜ゼロから上がってきているので、まあ、大体300、標高でいうと、大体まあ 300m の、地点の山まで、 で登ったり降りたりあるので、まあ、累計の、今日のまあ獲得標高っていう意味では、多少まあ数字が伸びるんじゃないかなというふうに思ってます。また今後もですね、ハイキングですとか、あとはまあもうキャンプのシーズンになってますので、またキャンプで、何かまあ情報をお届けできたらいいのかなというふうに思ってますので、今後ともですね、ぜひ、私のチャンネルですね、チェックしていただけたら幸いです。この動画の高評価とぜひチャンネル登録をですね、よろしくお願いいたします。この後はですね、市街地に降りて芋湿原にまた戻ります。では、本日の動画は以上です。また、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、スタートから 6.8 キロ、ようやく車道の方に降りてきました。もうこれが溜峠方面の、まあ、遊歩道、登山道の入り口っていう感じですかね。こんな感じで階段になってまして、ここまで降りてこられればあとは車道です。豊橋国立国有林、看板もちょっと朽ちちゃってますけどね。はい、これ登山道の入り口です。こんな感じで今降りてきました。でそこですね、トンネルの先、あ、ここに先がもうトンネルになってますんで、まあ、トンネルの手前に、まあ、入り口があるといったそんな感じですね。はい、帰りはですね、ここの東側から県道の方に降りてきて、そこからずっと今ですね3キロぐらい市街地を歩いてきました。11キロぐらいトータル、動いてきたなって感じで、いや最後はちょっと疲れましたけど、まだでも
この時間でも車ありますね。山行ってる人いるのかなと思いますけど、はい、無事に戻ってきました。まあ、こんな感じでぐるっと、周回して歩くこともできますので、ぜひ、芋湯湿原と、まあ、その浜名湖の北にある静岡県との県境ですね、遊びに来てみてください。ご視聴ありがとうございました。